ハッシュタグはもちろんこちらでございます。来ましたよ。お願いいたします。はい、そう、まあ、元にパネルが一つだけ来ましたね。来ました。いつもあると思うなよ。いつまでもあると思うな。2枚目のハッシュタグパネルってこと。でも見たい人はいっぱいつぶやいて、ハッシュタグマンを呼んでくれればもしかしたらエンディングには HJ おしゃほん全体の関係なしにハッシュタグマンっていうハッシュタグを司るやつがいて、ハッシュタグマンを、基本的にハッシュタグマンは全てのハッシュタグに平等だから必ず1個ずつだよっつって配ってるんだけども、はい、いつもは本当にそのホビージャパンが裏のルートを利用して2つを使ってたそういつもあると思う。あれは闇ハッシュタグパネルだ。え、今日はじゃあ1枚しかもらえないんですか。いつもの2枚目のあのあれはないんですか。だからみんながこれでいっぱいつぶやいてくれれば、うん、エンディングにハッシュタグマンが来るかもしれない。その子に、はい、忘れないように俺最後のページにハッシュタグマンって書いちゃいます。そしてそのハッシュタグマンはやるのは絶対に桑原さんですよ。やだやだ、ハッシュタグマンって書けますね最後の6ページ目に。やだ忘れそう。いや俺が忘れないですよハッシュタグマンのこと絶対に。世界中のみんなは忘れても俺だけはハッシュタグマンのこと忘れないです。なんか世界が2巡目に入ってみんながハッシュタグマンを忘れた世界になっても、はい、俺だけは、俺だけは忘れない。でもただな、ハッシュタグ祭りで盛り上がりたいところだけども、はい、今日はだって HJ おしゃほんのハッシュタグ1枚しか見れてないだろう。そうですね、どうですかね、盛り上がりに欠けるよな。成果はどうですか。ハッシュタグマン来れるかな。ハッシュタグマン来てくれるといいんだけどな。ハッシュタグマン、そうね。まだ一緒に街の体制に入らない。俺はハッシュタグマンマナかなのコントに入りますけど、それに決着をつける人間は一人しかいないの。村上氏のハッシュタグマン会いたかったね。ハッシュタグマン会いたかったですね。ハッシュタグマンに会うために1年間いい子に過ごしてるってことだよね。あ、すごい半端な1年間。2月きりの2月末に。わあ、こんなところにハッシュタグマンが、ハッシュタグマンが無だ。すごい。ハッシュタグマンという概念が集まり始めた。でもどういうこと？どういうこと？わかんない。ハッシュタグマンやったー！来てくれた。彗星のごとく。ハッシュタグマンが何だったのかだけがわからん。喋らない系の。螺旋岩みたいな感じ。なんかシューっていう空間がシューって音を出していた。こういう、あ、なんか喋らない系のヒーローです。はいはいはい、誰も姿を見たことがない、それがハッシュタグマンなのである。そうなのであった。